お疲れ様です。京介です。よろしくお願いします。はい、ということなんですけども、今日はですね、サムネイルのタイトル通り、また全ての準備が整いました。はい、山崎京介ソロキャンプを始めるということなんですけども、早速ですね、なんでソロキャンプをやろうかと思ったかというと、もう純粋に楽しそうじゃないですか、ソロキャンプって。もういろんなね、もうキャンプの YouTube とか見てて、ね、もうやりてーと思っちゃったんで、もう買いました。で、早速買った商品をお見せしたいと思います。じゃあまずはね、やっぱり料理道具でしょう。はい、まずこれ、飯盒。まあ3000円ぐらいだったかな、飯盒です。やっぱり飯はやっぱり飯盒で炊く、これが間違いない。じゃあ次、木目調のね、こういうの好きなんですよ。木目調のまな板、これも4000円ぐらいだったかな。で次、これ木目調の箸とかナイフとかね、やつです。これも2000円ぐらいだったかな。これですね、ちょっと中広げるとめんどくさいんですけど、バーベキューのソロキャンプ用のグリルが入ってるんですけども、これほんと1分ぐらいパパパーって作れちゃうやつ。これだいたい4000円ぐらいで買いましたね。で次、これはもうみんな好きでしょ、ホットサンドメーカーですね。3000円ぐらいだったかな、3000円ぐらいで買いました。これね、机、ちっちゃい机、もうほんとソロキャンプやる人用みたい。これね、これをパッと開けば、こういう感じでダーンって感じでね、はいはい、めっちゃテンション上がって、串、まあ、これはもう400円ぐらいで買えたやつです。で、やっぱこれでしょ、男のロマンつって、あのナーイフ、シュキー、美しい。これね、ほんと中二心そそられるよ。マジ好き、これ。これね、結構したんだよ。7000円ぐらいだった気がする。いやー、気分上がるね。と、まあ、食事の時にやるのはこんなもんか。はい、じゃあ次。やっぱ、ソロキャンプって言ったらね、テントとかないからね、それも紹介します。よいしょ。じゃあまずね、バーベキューの時に欠かせない、こちら。グローブね。耐熱のグローブ。これね、俺、試しに一人でやった時、これないとまずダメだわ、と思ったね。これはマジ必須。で、ランタン。ねえ、ランタンね、オイル用の買いたかったんだけど、多分俺、やんないんだよね、多分。オイルとかそういう調節みたいなもん。まあ、ランタンね。で、次に、火吹き棒ね。これで、ってやって火を着火させるやつ。これは400円ぐらいで買えた。はい、次。ペグね。まあ、ペグは別に消化しなくてもいいか、テントを張るときに、まあ、ちょっと予備で持っておくってやつ。で、次、こっからだよ。こっからだよ。こっからだよ。まずは、バーン、チェア、椅子です。これね、結構いい値段したんだよ。背もたれ用のやつだったから、もう完全にいいやつだよね。うん、いいやつ。ね、1万4000円したね。さあ、やばい、どんどん埋まってくるよ。で、次。やっぱりソロキャンプ、たら必要でしょう。ダーン、シュラフ、寝袋ね。うん。これが、確か、2万2000円だったね。で、俺、めっちゃいいやつだったんだけど、めっちゃいいやつで、割引機から聞いてて、1万5000円ぐらいのやつだったけど、俺青色好きだから青色のシュラフ買いました。で、そして最後よ、お待たせいたしました、テントね。テントはこちらを買いました。ブラーン、ダーン、テントでーす。で、このなんでこのテントにしようか、まあいろいろねあったんですよ。群幕とか、なんか三角のやつとかいろいろあったんですけど、選んだ理由ですね、このテントの名前がですね、エリクサーなんですよ。はい、分かる人には分かるんじゃないですか。スクエアエニックスの作ったファイナルファンタジーのアイテムで、エリクサーっていうアイテムがあるんですよ。まあ、エリクサーをちょっと解説すると、 HP 全開で、それ聞いてエリクサー、え、いいじゃんっていうことでこれにしました。はい、もう即決だったね。で、多分バーベキューとか一人でやるんだったら絶対群幕の方が日差しとかもね考えて、まあ、そっちの方がいいかなと思うんだけど、やっぱり直感って大事じゃん。俺エリクサーだなと思っちゃったの。高かったけど3万5000円でしたね。うん、てなわけエリクサー買っちゃいました。そしてそして、さっきから出している青い袋、袋っつうかリュック、ダン、これもね、キャンプ用で買っちゃいました。
ってもうちょいちっちゃいやつでもよかったんですよ。ちょっとちっちゃくて安いやつでもよかったんですけど、やっぱりこれも青なんですよね。俺青大好きなの。ってことで、2万5000円ぐらいにしました。はい。こんな感じですね。で、まあ、総額だいたい15万しました。はい。ということで、近々、ソロキャンプをね、始めていこうかなと思っているので、よかったらですね、山崎恭介ボディービルダーのソロキャンプということでですね、見ていただければなと思います。やっぱり豪快に肉を焼いていくのがいいんじゃないんでしょうか。ということでね、今日はこれで、まあ、ソロキャンプ始めるよーっていう動画を出させていただきました。で、ソロキャンプに行くために、やっぱり足って必要じゃないですか。僕、株も手に入れました。スーパー株ですね。ホンダの 50cc やつなんですけど、まあね、すごい昔の平成18年に使ってた買った感じなんですけども、まあ、やっぱ耐久性がすごい。だってもう言っちゃ12年前のやつなのに、まだ使えるのか、まだこんなに乗り心地いいのか、まだこんな燃費いいのかっていう感じでね、これを背負って、たくさん入れて、いろんな肉持って、ソロキャンプしていきます。という感じでね、みんなソロキャンプ動画も見てほしいな。という感じで今日は終わりにしましょう。ぜひ見てね。バイバイ。